どうも皆様こんにちは、ニュージーです。ここのねほくろ分かりますかね。このほくろが気になるんでクリニックに行ってね取ろうと思います。行ってきます。はい、ほくろを取ってきました。こんな感じで今テープが貼ってあります。で、私のほくろは3ミリあったみたいで、1ミリが3000円なんで、3000×3 ですね。で、9000円になって、あとは診察料が2200円、薬代が1100円、合計が12300円ですね、しました。コンプレックスを抱えて過ごすことよりも、このくらいね、費用を払って、ほくろ取って過ごした方が自分にとってはいいと思ったので取っちゃいましたってことです。お金を払ってその次ベッドに横たわり、はじめ麻酔を打ったんですよね。麻酔注射を打って3分ぐらいタイマーして3分終わって、その後はここのほくろをレーザーで焼いてもらいました。やってる時はね、なんかこう特有の焦げた匂いがするんですけど、口呼吸をしてね過ごせばそんなにね匂いも気になりませんよね、うん、あっという間に終わって、痛みも全然なくて、麻酔のねチクってする痛みくらいで、焼いてる時はね全然痛くありません。はい、これ何かこうほくろを取ることを推進してるわけでもなくて、私の体験レビューというか、ってな感じですね。それが終わって看護師さんからね、今後の対応方法っていうか、このテープを取り替えてお風呂に入ってまたテープをね新しく付け直す、ガーゼにね薬を塗って、なんかねあれ看護師さん言ってましたけど、肌に直接塗るよりか薬はねガーゼに一旦塗って、その取った部分に貼った方がいいらしいです。何かこう乾燥するとねあんまり良くないみたいでね、なるだけ空気っていうのかなに接触しないように上からガーゼを貼っておくように言われました。あとは取ってその日はお風呂にも入ったらダメと、首から上はお湯にはつけないようにというのは言われましたんで、首から下だけはシャワーを浴びたいと思います。はい、取った後に鏡でほくろの状態を見せてもらいまして、もう完全になくなってましたね、ほくろが綺麗に。ただね麻酔を打ったところが少し白かったのと、取った後が赤く少しなってましたね。それはありました。今度1日経った後このテープを新しくしますんで、その時にまた剥がしてみせます。はい、ではテープを剥がしていきましょう。どんな感じになってますかね。取りますよ。ほくろが取れてるっていうね、このああ。想像以上にね、皆さん見えますか？この赤くなってますね。あ、そっか、これスポンジですね。あ、こんな感じです。血が固まってる状態ですね。これをまた後でお風呂に入って綺
きれいにします。はい、皆様お風呂に入ってきまして、こんな感じですね。きれいに、きれいというか取れてますね、完全に。傷がね残ってますけど、ここに薬を塗っていけばいいらしいんで、でこういう薬をね塗るらしいです。ここにこんな感じで塗って、ここにねスポンジというかガーゼを当ててくれと。このガーゼをこういったガーゼをねもらいました。こういうふうに切ってここにつけるみたいですね。そしてテープをね貼るように言われました。こういった感じでここにこう、こんな風にね貼ってくれと。見えますかね皆さん、こんな感じで貼ってくれとね。2、3ヶ月がピークみたいで、こういったスポンジというかガーゼとテープを貼ることを繰り返し、これからも続けてだんだん赤みも取れていくらしいです。でこのテープにね何かこう液というかねそういうのがつかなくなったら、分泌液かな、体のつかなくなったらもう OK っていうことらしいです。また最終形態のね動画は上げますけど、こんな感じです。はい、皆様2週間経過しました。2週間経過した後の状況を見てみます。こんな感じですね。少し赤みが取れてきたような感じがします。2週間経った後こんな感じです。